お疲れ様です。ハマるとね、なんかこう脅迫概念じゃないけど、行き急ぐかのようにね、買っちゃうんすよね。ジャンクスタイルです。私だけ浪費癖わかんないけど、何買ってるかっていうと、狭小、最近よく買うようになったり、家にあったやつをまとめたりなんかしてるんで、なんかまだまだ家にあるんですよね、ストックしてんのが。まあ、家在庫っていうかな、あるんですけど、それを整理すればいいのに、あ、なんか買っとかなきゃ、あ、安い買っとかなきゃみたいな感じになっちゃってて、中古でね、いろいろと買ってるんで、狭小とね、コナミ買っちゃってるんですよね。狭小といえばさ、Z、まあ、送料入れると5000円するやつ、あれ買えばいいのにさ、っていうか、その前だよね。その前に買ってたんですよね。で、その後で狭小のやつ、5000円のやつ、なんだ、Z カスタマイズドエディションをね、見つけちゃったんで、これらを我慢して、それを買えばよかったかな、っていう感じで、結構ね、失敗しちゃってる部分っていうのもあるんで、まあ何に失敗したかっていうのをね、ちょっと、理由話しながらね、ちょっと見ていくんで、私はあんま見てないんですよね。買ったままね、置いてたんで、ああ、こいつ失敗してらーって笑っていただけると、浮かばれます。で、狭小といえばのフェラーリからですね、こちらテスタロッサの、なんだろう、ネイビーブルーっていうか、うん、いい感じのブルーなんですけど、これ、見たらわかる通り、結構昔のやつなんですよね。わかるかな？初期の頃のやつで、そんなにこだわってなかった頃、わかんないけど、なんすよ。そう。あ、テスタロッサあんじゃん。しかも安いとか思って、買ったのはいいけどさ、よくよく見たら、ね、なんていうか、クリアパーツはフロントね、使われてあるけど、後ろすっげえダサいし、エンブレムの担保なんかもないし、マフラーも塗られてないし、タイヤよ、タイヤの厚さ。あります？すごいっしょ。うん。やっぱ、厚いよな、分厚いよな。でも、スタイルはいいんすよね。これ、タイヤ変えたり、まあ、ホイール変えたりとか、するのもありかな。わかんない。多分、このままでね。だね。で、しかも、こう、全体的になんか、ホーリーっぽくて、ザラついてるんですよね。いくら中古とはいえね、ちょっとここまで状態が悪いと思わなかったな。あとでワックスかな、ワックスコースだね、これは。まあでも最初の頃、うん、初期の頃はこんなもんでしたよね、狭小でも。廉価版だったから、ね、多分300円、380円とか、そのぐらいの頃ですよね、これは。うん、まあ、仕方ないかな。ああ、なんか、ウィンドも擦れてない。金額的にはどれも安かったと思うんですよね。確か。なんで、まあ、仕方ない。ちょっとメンテナンスしないとね、これ、よくままじゃな。かわいそうですね。これもコンビニシリーズのやつなんですけど、トヨタ 2000GT、 トヨタの確かシリーズのやつだったと思うんですけど、スタイリングいいでしょ、パッと見いい感じでしょ。最近なんか64分の1で買ったなとか思ったら、例のデアゴスティーニ様で買ってるねと比べたらね、全然安価だったんですけど、スタイリングいいし、これはもう結構クリアパーツとか使われてますね。あとなんだっけな、サーキットの狼の 2000GT なんかも出てましたね、狭小だと。ただね、これピント合ってるかな、これホイールがね、劣化してるのかホコリが溜まってるのかわかんないですけど、相当くすんでるんですよね。わかります？こっち側はそうでもない、こっち側もかな、ちょっと微妙に、ちょっと失敗しちゃったなっていうか。え、ボディはさっきのやつテスタロッサなんかボディがもうなんかすごいダメダメな感じで、ホコリが溜まってるような感じだったんですけど、これホイールだけなんですよね。劣化してんのかな、メッキが。もしかしたら他のメッキパーツ大丈夫だけど、でもスタイルはいいっすよね。かっこいいな、やっぱ。ちょっとこれもね、メンテナンスしてあげないとなーっていう感じですね。ワックスコースだね、今日は。あ、ちょっとグリルの部分のこうメッキも怪しいな。メッキはちょっと劣化してる、メッキ部分が劣化してる可能性がありますね。下手にいじるとメッキがどんどん剥がれていくかな、どうかな。でも、うん、まあ、ちょっと後で清掃しようと思います。2000GT といえば、こういったのも出てるんですよね。007シリーズのアソート。アソートっていうかシリーズのやつなんですけど、狭小コンビニシリーズのね。
私忘れてたんですよ。当時覚えてたのに、教書のコンビニシリーズって64分の1、今でもまあなんだろう、本がついてるやつなんかも64分の1じゃないですか、この台座がついてるやつ。この時007のやつだけかな、ちょっと記憶がないんですけど、007のやつは確実にそうなんですけど、64分の1ではないんですよね。これいろいろ出てたんですけど、ラインナップ載ってんのかな、載ってないや。なんかね、いろいろと出てたんですけど、このシリーズだけ64分の1じゃなかったんですよ。なので先ほどの 2000GT と比べるとサイズ感が全然違うっていうね。これ買ったのが、その今度出るじゃないですか、ホットウィールで、まあ再販なんですけど、007のオープントップの 2000GT 出たらね、ちょっと強調のやつとね比べてみたいなっていうところがあったんですけど、ちょっと比較になんないし、ホイールもダッサいし、これはかなり失敗しちゃったっすね。スタイルはいいんですけど、これどんぐらいだろうな、72分の1とかそんなレベルじゃないかなと思うんですよね。はい、これ失敗ですね。あ、でもほらほらっていうことないけど、このサイズでナンバープレートも再現されてるんですよ。すごいね。ただデッキ自体はやっぱさっきのやつの方がいいですね。この大きい分ね、ナンバープレートはないけど、これ64分の1だとばっかりっていうか、忘れちゃってた。ちっちゃいの、ちっちゃいよな。スカイライン GTR BCNR33 です。これなんだっけな、忘れちゃった。何か のコレクションだったんですけど、まあコンビニシリーズですね、強勝の。これも R33、34なんかかなり出るじゃないですか。33ってあんま出ないよな最近と思って、でまあこれ買ったんですけど、これちょっとね、こう担保がダッサいのと、全体的なスタイリングがね、なんとなくこれじゃない感があるんですよね。なんだろうな、わかる方教えてください。ホイールなんかはね全然いいんですけど、かつこれもね、これどういう飾り方してたのかな。あんま強調の中古品、いやミニカーね、コンビニミニカーの中古品で状態が悪いやつってないんですけど、特にほら欠けてるとことか折れがあるとか、さっきみたいにメッキがなんかどことか色が剥がれてるとかないけど、全体的にくすんでるんですよね。これはちょっとホコリっぽい、あんまり近づけてみない方がいいか、ホコリとか見たくないですよね。細かいところにホコリが入り込んでて、なんかベタベタしそうな感じ、あんまり触りたくないような。これはちょっとね、え、どうしよう、これワックスかける前に洗う、水洗いしちゃう、なんかすっごい。だからあれだ、モデル用のワックスとかは持ってるんですけど、まあカーモデルとかね、ブラシもいるね、なんだっけ、帯電しないやつだっけ、模型用のブラシもいるね。これはね、すごいホコリ溜まってる。っていうか、よくこれ売ろうと思ったね、このまま。少し拭くとかさ、でもこれも安かったんですよね。やっぱ R33 だとちょっと人気が落ちるっていうのもあるんでしょうね。造形、スタイリングはなんかちょっと違和感があるけど、細かい造形はいいんですよね。わかるかな、この感じで。で、黒がね、素敵だし、ちょっとここの、タンプがダッサいけど、クリアパーツもいい感じですしね。だから、R34 の64分の1って割と、っていうか比較的手に入れやすいじゃないですか。R33 があんまないからね。まあ、探せばあるんでしょうけどね。私が手が出る範囲っていうかね、メーカーさんではあんま出てないと思うんで、まあこれもちょっとメンテナンスだね。今からメンテナンス地獄だねこれ。で、最後まとめていきます。トヨタ 2000GTAMF10 1969って書いてあるから、書いてあるからっていうか、こんな年式が、年式が書いてあるのってコナミですね。これ黄色はまあよく見るけど、こんな、なんだろうな、メタリック水色って珍しいなぁと思って、選んでますね。コナミは最近ちょっと値上がりしちゃってるよね、中古相場っていうか。前はさ、すっげえ安かったのに、やっぱ私みたいな買い戻し派とかいるんでしょうね。これもちょっと、これ未開封ですね。なんですけど、ちょっと埃溜まってるけど、どうしよう。これ開けない方がいいのかな。
強小と比べるとこんな感じですね。サイズ感、うん、スケール感はやっぱそりゃそうだ、同じぐらいで、スタイルはやっぱ強小の方がいいかな。で、細かいモールドの入り方はコナミの方がいいけど、やっぱ大雑把な作り方で強小の方が正確じゃないかな。知らないよ、実写は私見たこともないしあれだけど、と思われますよ。あ、でもこの辺の、うん、彩色箇所多いね、コナミの方は。マフラーの出方なんかも違うし、どっちかと多分強小じゃないかな、よく見るパターンがこの分だからね。ちょっとコナミも結構昔なんで、しかも廉価アイテムっていうかね、すげえ安かったっすよね。400円ぐらいでしたっけ、ですよね。で、何度も再販とかしてたと思うんですけどね。まあちょっと今じゃちょっと手に入らないしっていうか、なかなかね、手出しづらい値段になっちゃってるんですけど、これは安かったよ。この間のローレル良かったからね、買ってみたんですけど、2000GT ばっかりこんなに買わなくてよかったよね。なんだろう、何の病気、 2000GT 病わかんないけど、こんなに一気に揃えてどうすんのってね。とりあえずどうしようかな、まあちょっとしばらくは未開封で置いとこうか。でもこれ未開封で飾るのって飾りにくいんですよね、コナミ。表彰だとね、いろいろと何わかんないけど、あの飾り用があるんですけどね。って感じで64分の1系を結構買っちゃったよって感じですね。まあ、強小のミニカーとかコナミのね、ミニカーを昔思い出して買ってみたんですけど、なんか値段が高騰しちゃってるから、ちょっと安いの見つけちゃって、うひゃーと思っていろいろ買ったけど、なんか状態が悪かったり、思ったのと違うっていう感じでしたね。ちゃんと覚えとけよってね。コナミの分はそんなに不満ないというか、まあ未開封だしね。あと強小のこの3台はちょっとメンテナンス今からしないと、このままじゃとても飾れない系ですね。あとあれだ、 Z のカスタマイズドエディション、うん、忘れてないからね、忘れてないですよ。さあどうしましょうかね、いやどうしましょうかねっていうか、どうなるんでしょうね。まあそのうち期待しておいてください。で、秘密基地っていうか倉庫と貸してる例のあそこと、自宅とで、巨匠のコンビニ系とかもかなりね、いろんなとこに行っちゃってるんで、ちょっとまとめようかなと、まとめてるんですけどね、なかなか整理が終わらなくてね。整理が終わったらまたね、いろいろとこんなのあったよとか、こんなのあったねとかね、昔を懐かしみながら見ていけたらなとか、いろいろ考えてるんですけどね。やっぱいい時代でしたね400円500円で楽しめたっすね。と、昔を懐かしむジジイですが、いかがでしたでしょうかいかがでしたでしょうかつってもね、まあいろいろと失敗しちゃってるんでね、笑ってやってください。じゃあ、ここまでね、見ていただいてありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。